皆さんこんにちは。少し前にシーアートの動画を投稿したばかりなんですけども、トップページのこうフォーマットというかデザインが変わってますね。ここになんかでっかく創作っていうのが入ったりですね、あとはあのスタジオですね、スタジオがここの方に移動したりと、こういろいろ変わってはいるんですけども、今日はアプリの方ですね。アプリを使ってですね、前にあの画像の顔の表情だけを変えるっていうのをやったんですけども、このアプリ版でも顔の表情だけを簡単に変えられるか実際に操作をしながら検証していこうと思います。では行ってみましょう。まずはクラシックモードの方を実行しまして、編集したい画像をアップロードしたいので画像アップロードボタンを押して画像を選択します。はい、画像アップロードできました。これで部分的に再描画ってとこを押しまして、カーソルをまず一番右まで持っていきます。こうするとポイントがでっかくなりますので、これで顔あの編集したいところですね、顔部分を塗りつぶしていくんですけども、これまあ悪い例っていうんですかね。この塗り方だと、塗り終わった後に右上のチェックボタンを押しても先に進んでくれないんですよね。で、ダメだなと思ってもう一回こう塗り足してみても、同じように、右のチェックボタンですね、これを押しても先に進んでくれないと。このやり方だとダメだということで、もう一度部分的に再描画から始めまして、カーソルをですね、右側にして、今度はですね、選択するときに目と口あたりをこうざっくり選択するような感じですね、塗りつぶすというより。そんな感じでやってみると、なぜか、その先に進めるっていう、ちょっとここの感覚がね、はっきりは言えないんですけども、こうざっくり選択すればうまくいくみたいな感じでした。私の感じでは。はい。もっとざっくりですね。例えば眉毛、目、口ぐらいで選択してもいけましたので、また試してみてください。はい、画像が入りましたので、続いてはプロンプトの方を入力していこうと思います。今回は、ラフって入れてきますね。笑うっていうことですね。これで、高級設定の方に変えまして、シードの方ちょっと入力していきますので、ここを、前作った時ですね。前作った時のシードなんですけども、これが、この数字になりますので、この数字をコピーしておいて、で、ここに、設定しておきます。はい、シードについての詳細はですね、過去の動画の方で説明しておりますので、知りたいよって方はですね、概要欄に貼っておきますので、そちらの方をご参照ください。はい、続いてはチェックポイントモデルの方ですね。こちら元画像と同じものを使いたいので、元画像がシティエッジミックスっていうものを使ってますので、こちら検索かけてこの左上ですね、こいつを選択しまして、これで準備が整いましたので、それで創作ボタンの方を押していきます。はい、完成しました。じゃあ見ていこうと思いますが、はい、元の画像は口を閉じていましたので、こうちょっと自然に歯が出た、笑顔っていう形になってますね。うん、いいと思います。はい、続いては同様にですね、プロンプトをゲットアングリーにして怒ってるっていう表情を作ってみたんですけども、まあ眉毛にちょっとこう眉間にシワを寄せてるような感じですかね。はい、そんな感じに仕上がりました。はい、続いてのプロンプトは、サッドエクスプレッションですね。悲しい表情っていうので作ってみましたが、ちょっとこう、浮かない表情をしてる感じに仕上がりましたね。はい、こんな感じになりました。最後は、サプライズのエクスプレッションですね。今度は驚いた方の表情で作ってみましたが、驚いてるってほどではないですけど、口をちょっと開けてるって感じですね。はい、こんな感じに仕上がりました。はい、いかがでしたでしょうか。まあね、パソコンがあっても別にパソコンでなんかすごいことをしてるっていうわけではなくて、ウェブサービスなので、アプリになってでもですね、十分パソコンと同じことができるってことが分かりました。手軽に使えていいですね。今日はここまで。ではまた。チャンネル登録よろしくね。